川穂高選手の言い分にも十分理由がある。プロ野球選手としての活動は当然再開されて叱るべきです。プロ野球選手の山川穂高選手について聞きたいです。書類送検され嫌疑不十分で不起訴というのは無罪ということなのでしょうか。だとしたら今後の活動には特に影響はないということですか。嫌疑不十分というのは重たいですね。仮に起訴しても有罪にできるだけの証拠が今のところ見当たらないということですね。それは証拠を総合して判断した場合にということです。仮にこれ被害女性が被害を訴えているとすれば、被害女性の訴えは必ずしもその 100% 信用できるとまでは言えない。刑事訴訟でね、有罪にできるだけの証拠とまでは言えないということになりそうなんですよね。これはいわゆる刑事手続きの中では起訴された後の無罪ではありませんが、起訴する前の嫌疑不十分というのはそれに準ずるものと考えていいと思います。とても起訴できないよねこの証拠ではというものです。山川穂高選手の言い分にも十分理由があるということなんですよ。当然ながら若い野球選手ですから元気いっぱいですよね。もちろん妻や子がいる中で第三者の女性とそういった行為に及ぶというのは倫理的には非難されるかもしれないけど、しかしそれを言い出したらプロ野球選手、一般の方々もテレビ局の社員も新聞社の社員もみんなそれ言い出したらおしまいよって話です。それぞれ男も女も婚姻外のね、男性や女性とそういった関係になるということはいくらでもあり得ることで、そのことで山川選手が今後の活動が妨げられるということはありませんから、いわゆる不貞行為という観点ですよ。強制性交の疑い、これは昔の罪名でいうと強姦ということですね。強制性交の疑いで書類送検されているわけですけども、もちろんその前の段階で逮捕の必要性は到底あるとは思えないということで逮捕はされませんでした。強制性交について嫌疑不十分ということは普通に考えると女性の同意があった可能性が十分にあるということになるんですね。もちろんこれ女性側にも言い分があるでしょうから、証拠上はってことですよ。証拠上は女性の同意があった可能性も十分にあるというふうに判断されたものと思われますね。プロ野球選手としての活動は当然再開されて叱るべきです。ただ西武ライオンズという球団はですね、なかなか球団のタイプとしてマイナスのイメージを持ったものについて非常に厳しいという面があると聞いてます。なので西武ライオンズでの復活は若干厳しいのかもしれないなというふうに思ってますね。来シーズンですね、トレードに出してもらって、あるいは自由契約で他と契約するなどしてまたプロ野球選手として活躍してほしいですよね。山川選手は村上選手が全く打てない中で WBC の話ですよ、 WBC の中で一時全然打てなかったですよね。その中で山川穂高選手が俺を打席に入れてくれればと言って一生懸命こうバット振ったりしてアピールしている姿が本当に印象的です。そして実際代打でも結果残しましたね。と山川穂高選手といえばですね、これ私大変印象に残っているのは WBC の準決勝メキシコ戦ですね。5対3で負けていて8回の裏ワンアウト二塁三塁、キャッチャー甲斐選手の代打として山川選手が出たんですよね。でこの時にですね、これ打者の心理として、一気に同点にしたいって気持ちは当然あると、一気に逆転するにはホームランだとっていうのはあるんですけども、あの時のバッティングはですね、悪くても絶対にその犠牲フライにするんだというね、強い意志を感じるバッティングだったんですよ。というのはホームランバッターっていうのはですね、こうホームラン打ちに行く、あるいは長打打ちに行くと得てしてこうポップフライを打ち上げる、内野フライを打ち上げるってことがあるんですが、それだけは絶対に嫌だと、何としても犠牲フライを打とうとする、そういうバッティングだったように記憶しています。でそれによってね、レフトに犠牲フライ、もう文句のない犠牲フライを打って、来年生のフライだったと思う、ポップフライは絶対打ち上げたくないっていう意識でもって打った犠牲フライ、これでもって5対4に詰め寄って、9回の逆転につなげたというわけで、これ山川穂高選手のあの試合での代打って難しいですからね。代打で出てメキシコの好投手からこう打点を上げたっていうね、あれは素晴らしかったでしょう。もちろん山川選手、今回ね軽率な行動ってのはあったかもしれません。しかしね、
とてもじゃないですけど野球選手としての野球選手生命を奪われるようなことでは絶対にないように見えるんですね。なのでこれは私の希望的観測も含まれていますけども、ぜひとも来年復活してね、野球で結果を出してファンを納得させてもらいたいなと。送検です。検察に送ることを言いますけど、身柄とともに書類も当然行くんですが、検察に送ることを普通の送検って言うんです。それに対して書類だけを送る、社会の中で普通に生活しているそういう状態で書類だけを検察に送る、こういう嫌疑がありますよと、証拠はこういうことですよっていうものを検察に送ること、これが書類送検なんですね。報道があったことで、うん、山川選手がその相手側に何かこう訴えたりとかする可能性ってあると思いますか？事実上は可能性ゼロだと思います。これはもう家庭の話ですよ。自分と A さんという女性との間は完全に合意があって性交渉に及んだにもかかわらず、嘘をつかれて書類送検までされた結果、まあ、事実上の無罪、嫌疑不十分になったけれども、しかしその間に受けた損害は莫大であると。でこれはこの人のせいだと、これは不法行為だと、だから損害賠償請求するっていうことが理屈上は可能です。しかしこの方がこちらが被った損害を賠償するだけの資力を持っていなければ民事訴訟をやるだけ無駄なんですね。当然弁護士を雇って、まあ、弁護士費用も払った上で訴訟を起こさなきゃいけませんから、全部無駄になる可能性があるわけです。だから相手に資力があるかどうかは十分検討しなきゃいけないっていうのが1点。もう一つ、訴訟を起こすと余計イメージ悪くなりますよね。もう野球で頑張ればいいのに訴訟まで起こしたよあいつっていうふうに、まあ日本人の何パーセントがいるか分かりませんけど、相当数の人がそう考える可能性あるわけですよ。だから周りもそれやめとけよと、それ得られるものがほとんどない可能性も高いのにもかかわらずそんなイメージダウンさせて意味がないよねと。で周りも止めますから、で本人もそんなことしたらしょうがないもんと思う場合も多いですからね。ただいずれにしても事実上可能性はゼロだと思います。チャンネル登録高評価していただけると励みになります。